今日は全然違うねうちのスタジオからお送りしておりますが、緊急告知ということで、緊急でもないんですけど、発売日がもう12月25日でしたからね、早めに言うとこかなと思ったんですけど、送られてきたのが昨日だったのでまだ発売されてないんですけどね、それで今日になっちゃいました。すいません、遅くなりました。それで皆さん、愛犬の友って知ってはります？犬飼ってる人だと分かると思うんですけども、私の生まれる前からある雑誌で、何ですかね、今はインターネット普及してますけども、インターネットが普及する前、ブリーダーさんが子犬生まれましたよとか、そういうのを載せてた雑誌なんです。でそこから情報を得て、子犬飼おうかなっていうのがあったんですけども、今はもうインターネット広がってますからね、あまりそういうのも 見なくなりましたけども、それでシェルティーコリーの特集をするっていうことで、うちにそれとキャンプ、を利用してるその飼い主さんに取材オファーがありまして、で、受けさせてもらいました。でシェルティーコリーの特集っていうのがこの回17年の5月かな、この回からされてなかったので、今回シェルティーコリー特集ということで楽しみですね。で、これが今回発売になる、まだ発売になってませんよ12月25日1月号発売なんで、この中で冬こそ愛犬とキャンピングっていうのがあるんです。でそこでうちが紹介されました、どうやったかな、ちょっとちらっとですけど、まあまた見てみてください。シェルティーコリー特集で、カレンダーもついてるんで、お得ですよカレンダー、それと今度キャンプ行くのがもう今年末調整でね、ちょっと忙しくしてるので、次キャンプ行けるのがいつかな、なんとか今年中にはもう1回2泊3日行きたいなと思いますけども、それでは皆さんまたごきげんよう。はい、それではぐるっと一回りあんまり出てこへんもんね、うちのスタジオなんてね。向こうがレコーディングブース、よいしょ、そんな感じでそこでいつも収録します。よし、でタクト 16U が 1,2,3,4,5 5つな感じですね。機材いっぱい詰まってますけど、テレビがでかすぎんね。よいしょっと、でギターと EX5 ね、でドラムとローランドね、はい、こんな感じでございます。さあ、まあ、ここでラジオの収録とかなんかいろいろやりますけども、でここがレコーディングブースになってて、よいしょ、こんな感じですね。ボーカルレコーディングルーム4つありますわ。さあ、そしたら下降りよっか。まあ、インスタとかライブ見てる人はね、いっぱいみんな知ってるとは思いますけども、さあそしたら下に降りよう。よいしょよいしょ、ここからなんかここからはシェルティーコリー特集やな、でやねんてな、はい、またキャンプ行こうな、キャンプな、またやで、まだやで、まだやで、よいしょ、およ、何よみんなここにおるんですけどねこれでちょっと親近感湧きましたやめてちょっと、あんたたちのこと話してたんでしょさっきまで。はい、以上でございます。では、お疲れ様でした。